箱館政権のブリュネ前列左から二人目がブリュネ、その右は副総裁の松平太郎人物にカーソルを合わせると名前が表示され、クリックでリンク先に飛びます。フランス陸軍参謀総長時代中央で脱帽している人物がブリュネジュール・ブリュネはフランス陸軍の士官で江戸幕府陸軍の近代化を支援するため派遣されたフランス軍事顧問団の一員として訪日し、 榎本武明率いる旧幕府軍に参加した。ハリウッド映画、ラストサムライのモデルになった人物。1838年1月2日、フランス東部アルザスオーラン県ベルフォールに生まれた。父は、第三流旧兵連隊不獣位のジャンブリュネ、母は、ロールロシェ。エコールポリテクニークを卒業後、サンシール陸軍士官学校、陸軍砲兵学校を卒業し、 第3砲兵連隊フリク軍砲兵将尉に任官。メキシコ出兵に出征してこうあり、レジオンドヌール勲章を授与され、この絵砲兵連隊府に栄転。1864年、砲兵中尉に昇進、この絵は場兵連隊府。ナポレオン三世は開国した日本との関係を深めるため、第15代将軍、徳川義信との関係を強め、1866年に、 対日軍事顧問団を派遣することを決めた。ブルネは、シャルル・シャノワール参謀隊員を隊長とする軍事顧問団の副隊長に選ばれ、フランス陸軍砲兵隊員として1867年初めに日本に到着した。軍事顧問団は、横浜大田陣屋で幕府練習隊を1年以上訓練したが、1868年の 母親戦争で、江戸幕府は明治新政府軍に敗北することになる。フランス軍事顧問団は直命によって、新政府から日本からの退去を命令されたが、ブリュネラフランス軍人は、残留を選択し、フランス軍籍を離脱して、江本武明率いる旧幕府艦隊に合流、函館戦争に従軍した。シャノワール隊長は参加しなかった。なお、江本武明は、 呂部省の旧門に対し、ブルネがイタリア公支度で催された芝居の混雑に紛れて脱走したと供述している。ブルネは、函館で江戸幕府の海軍副総裁であった榎本を総裁とする、いわゆる江戸共和国の創設を支援した。また陸軍武行の大鳥啓介を補佐して、函館の防衛を軍事的に支援し、4個の列紙マンはフランス人歌手館を指揮官としていた。 なお、イタリア人商人、ジャーコモファルファラの日記によれば、ブリュネは1868年12月時点で、天皇政府は近いうちに、徳川軍によるエゾ島の占領を許すに相違ない。なぜなら、その地を徳川軍に、まま、争奪する十分な軍事力を有しないからという、楽観的な見通しを語っていたという。またブルネは1869年2月6日付で、 退役届を提出しており、無給休,休暇と1870年5月1日までの日本滞在を申請し、これは承認された。1869年6月、五稜郭に立てこもる函館政権軍を明治新政府軍が攻撃し、五稜郭は陥落、総裁、榎本らは新政府軍に投降する。ブルネは陥落前に、 箱館湾で選挙区を観察中だったフランス軍艦、コエトロゴンに避難、他の9名と共に、横浜に連行後、マキシミリアン・ウートレイ公使の命令で、フランス当局に逮捕され、本国へ送還された。ブルネは裁判のため、フランスに送還されたが、フランス軍籍を離脱時の置き手紙が、新聞に掲載されたことで世論の指示が集まった。パリに戻ったブルネは現代である。 第18砲兵隊に復帰し、臨時の監督を受けていたが、1869年10月15日のフランス陸軍省調査委員会により、予備役となった。しかし、1870年に、不屈戦争が勃発したため現役に復帰することを許され、一党大位として、中央ストリア委員大使館付きの武漢補佐官となった。戦争は、セダンの戦いで、 フロイセン軍に包囲されたフランス軍は、ナポレオン三世以下全軍降伏し、ブルネも捕虜となったが、間もなく、フランス政府が講和を結んだため、釈放されて、パリコミューン鎮圧に参加した。少々に昇進後、1889年に第48不評旅団長を務めた。その後の詳しい経歴は不明だが、1 8 9八年には、戦争賞となっていたシャノワの下で、 フランス陸軍参謀総長にまで登り詰めている。また、日清戦争では日本に貢献したことから、1895年に明治政府から君に当局日、重光明を授与されている。これは外国人に授与される勲章としては最高位のものであり、明治政府の閣僚となっていた榎本の上層があったと言われる。なお、 この頃までの日本陸軍のフランス留学生について、シャノワールとブリュネは世話をしていた。1911年8月12日にパリ近郊の自宅で死去。なお、パリ郊外の松詠宅にはブリュネが日本の大きみから配慮したとされる日本刀が現存している。ブリュネの砲兵学校時代の成績表には頭脳名席にして、 再起間発、貧困縫製にしてガギに引いてると記されており、メキシコ戦役中から多くのスケッチを描いており、日本においても常にクロッキー用鉛筆とパレットを持ち歩いていたという。メキシコや日本で描いたスケッチは、当時、ルモンド・イルストレにも掲載されていた。1858年の日仏、修行通商条約から数えて、 国交開始150周年となる2008年に日仏両国の代表的な人物の記念切手が発売された。ブルネはその幕末シリーズ10人の中に選ばれている。ありがとうございます。